ハンスヨアヒムフォンツイーテンハンスヨアヒムフォンツイーテンは、プロイセンの軍人。プロイセン史上最も著名な騎兵指揮官の一人で、あり、フリードリヒ2世の副神であった。ヤブから出たツイーテンという異名を持つ。1699年、非常に困窮した生活を送る、地方貴族の息子として生まれた。聖火を、ツイーテンは、後に、マルタゴヤと呼んでいる。 ブス公に住む隣人のシュベンディ将軍は1715年、彼を士官候補の菓子官として、ノイルピンにある自身の連帯に迎えた。そして、父親が1720年に没すると、ブストラウは追転及びその3人の姉妹に与えられた。その所領には8000ターラーの価値があるとされたが、そこから、母親の生活をまかない、姉妹の相続分を支払うと、 ツイテンには半分しか残らなかった。1722年7月7日、ツイテンは、順位に昇進する。シュベンディーは指揮下の連帯を、後の元帥、クルトクリストフ・フォン・シュベリーン伯爵へ引き継いだ。シュベリーンは、兵隊王こと、フリードリヒビルヘルム一世に提出した、報告の中で、ツイテンを、誠に、背が低く、命令を発するには、声が小さいと表している。 これは国王にとり、他に優れた能力があっても、追天の昇進を常に見送る十分な理由となった。1724年7月28日、追天は、連帯が廃されていたクロス戦から、兵太陽に昇進の申請書を送る。王はその書類の端に、彼を免職するべきである。と書いた。追天は別れを告げると、所領に戻った。2年後、追天は、 ベルリンに滞在しているとき、インスターブルクにある、ブーテノー流騎兵連隊の定員が倍に拡大されると聞き、同連隊で注意の階級を得る。しかし明ける1727年、彼は、上官の騎兵隊と争い、不服従を理由として、フリードリヒスブルク要塞における1年間の、上塞禁錮を言い渡された。要塞から戻ると、 ツイテンはその大意に決闘を挑んで陸軍から職を解かれる。彼はブストラウに戻った。1730年、ツイテンは復職し、10月8日にビルヘルム・ディートリ・ヒフォン・ブッデンブローク少将の推薦で新設されたポツダムの義勇・フザール中隊に編入された。翌年の3月1日には第2のフザール中隊が創設され、 追天はその中隊長に任せられると、月給50ターラーの騎兵隊員に昇進した。同年の夏、追天は勤務上の違反行為により4週間の禁錮刑を受けている。1735年、兵隊王は追天をベルリン及び、リトアニア出身のフザールから構成される中隊の、長に任じ、ライン側に展開する新生ローマ帝国軍に派遣した。そこで、 オーストリアの騎兵中佐、バラニーは、フランスと戦う中、追天の教官としての役割を演じることになる。ついで彼は、1736年1月29日に、詳細の昇進を果たした。1737年に、追天は33歳のユルガス城と結婚する。この夫婦は数目を設けた。結婚式の少し前、彼は、 上官のブルムプ中佐と決闘し、双方ともに重傷を負っている。この若い騎兵士官は、小柄で、発育不良の要望を侮辱される中で、後に主君と対立しても捨てることのなかった強い、自意識を育て上げる。過度の飲酒と喧嘩を重ねた後、フリードリヒビルヘルム一世の下で大尉に昇進した、頃、このユンカーの息子、ツイテンは、 堅実な勤務態度を見出した。それは、プロテスタントとしての誠実な信仰と結びつき、彼の性格と教育者としての倫理観を形成することになる。さらに彼は、同時代の人物としては、際立って、個人の違反行為に寛容であった。つい点は、慣習的な体罰を断固として認めず、適度な、厳しさ、正義感と、占有愛を持って、 常に伝統にとらわれず、また自由を愛し、統率の難しかった不ザある部隊の教官として、活躍するのである。また七年戦争に続く数年を、故郷のルッピンにある彼の領地を管理して過ごし、領主としても、同様の姿勢を貫いた。最終的にこの無謀より沈着の勝る、戦術家は、戦時と平時を通じ、国王に対し、比較的に分け隔てなく、 繊細で相互の信頼に支えられた関係を築き、その中で結出した。フリードリヒ・ビルヘルム一世の後を継いだ、フリードリヒ二世にも使え、1741年に勃発した第一次、シュレージエン戦争では、中隊長の少佐として参加した。1741年5月10日に、彼は、シュトレーレントにムプチュの間で正規した。 オーストリア軍との戦闘で功を立てる。それによって、このエフザール連隊の中佐に昇進し、プールメリット勲章を授かった。早くも、同年7月22日には大佐に昇進し、自身の連隊、ヨアヒムフォンツイテンフザール連隊を賜っている。1741年から1742年に、かけての投影中、ツイテンは、 プロイ戦騎兵部隊の再編作業に携わった。1743年、彼は、マルキコやこと古い聖火を取り壊させ、ブストラウに、立派な館を建てさせている。1744年、ツイーテンは、プロイ戦軍の前衛部隊と共に、ボヘミアのブートバイスへ進出した。10月9日、モルダウタインにて彼は再編され、20世紀に至っても、名を残す。 第二フザール連隊を自ら率い初めて優勢な敵を打ち破る。ツイーテンは、エルベカワゴへの撤退を援護し、モルダウタインで10月12日、激戦に身を投じた。この年、世に広まる、ヤブから出たツイーテンという異名がついている。同様に1 7 4 5年5月20日の夜、彼は、 自身の連隊550名をもって2万名のオーストリア軍が展開する一帯を突破し、シュレージエンのイエーガー・アンドルフへと駆け抜け、ブランデンブルク・シュベート辺境を白カールの指揮する軍団を伴うプロイセン軍本隊と立派に合流を果たす。これは後に追天の機構と呼ばれるようになった。結局、14日後の6月4日に追天のフザール部隊は、 ホーエンフリートベルクの戦いに参加し、大規模な戦闘で、初めて功を挙げる。その後、同年11月のヘンネルスドルフの戦いにおける、勝利はほとんど、少々に昇進していた追転の功績による、ものであった。ドレスデンの和訳の後、再び馴染み深い軍務の日常が始まったが、それは、追天を喜ばせるものではなかった。時折、彼は、 大王から不況を買う。追天から見れば、大王は彼を十分に重んじていなかった一方で、大王はあまりにも主観して見える、フざーる部隊の既立を咎めていたのである。追天は何年も、宮廷から遠ざかり、自分の所領で王室を憎んでいた。しかし除隊の申請は認められなかった。1756年3月には、妻が亡くなり、 年齢を重ねる少将は痛風を患い始めていた。1756年から1763年にかけての7年戦争の勃発は人間関係にも転機をもたらす。フリードリヒ2世は真摯に60歳に達しようとする少将の協力を求め最終的に軍の上級指揮権を与えた。そして続く試練の7年間、ついてんは 頼もしい指揮官となった。さらに重要なことに、彼は主君から自負に向けるような信愛の情を勝ち得たのである。1757年、中将に昇進した追ンは、ライヒエンベルクとプラハの戦いに参加した。同年5月5日に、クロアシ賞を授かる。コリンの戦いでは左翼を指揮し、シュレージ寺ンで指揮権を託された。 ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル・ベーベルン・公、アウグスト・ビル・ヘルムの旗元に配される。11月24日に、公が捕獲されると、ツイーテンは、残りの軍勢を、グローガウから、リーグニッツにいる大王の下へ導き、12月5日の、ロイテンの戦いで公を立てた。七百六十年八月十五日、リーグニッツの戦いの時、彼は、 オーストリア軍主力の牽制に成功し、ついに戦場への介入を阻んだ。その功により、ツイテンは、騎兵大将に昇進する。1760年11月3日のトルガウの戦いに際して、彼は、ズユープティッツコーチを攻略し、勝利をつかみ取った。さらに1761年、 ブンツェルビッツの野営において深刻な精神的危機に陥っていた大王を立ち直らせ改めて指揮を取るよう励ましたのはツイテンであった。また終戦までに大王の御前で何度もプロイセン軍の上級指揮権を託されている。戦争が終結する頃、ツイテンは王国のエリートにして年を重ねた大王の側近に数えられるまでになっていた。 1764年の8月24日、65歳になっていたツイテンは25歳のヘイトビヒフォンプラーテンと再婚した。最初の結婚で生まれた娘は18歳になっており、この第二の結婚生活から1765年には、息子が、1773年には、娘が生まれている。次女は、後のブストラウ領主、ツイテンシュベリーン博家の祖となった。 続いて平和が来ると、老いた、司令官であるツイテ天は、騎兵総監として、伝説の域に達していた、指揮下のフザール連隊の教官として、勤務を続けた。彼は、晩年を、ベルリンと所領であり、温厚な統治に心血を注いだブストラウで交互に、過ごす。同時に、大変慎重に資産の増大に努めた。1786年。 その書量は65,057ターラーの価値をつけている。また、同時代の将軍としては、唯一、フリードリヒ二世から深く超愛された人物であろう。大王は、老フ・ツイテンをしばしば訪れ、その深い信仰心を尊敬さえしていた。1786年1月26日、ツイテンは、ベルリンの自宅で没する。その前年、サンスーー殿では、 フリードリヒ二世が、年来の先友に向ける敬意を、おそらく最も印象的な形で示した一幕があった。王は、ツイテンと長い間寒談した後、椅子を持ってきさせ、85歳になっていた、彼に座るよう求めた。ツイテンは、その体が長時間の規律で痛んでいたにもかかわらず、真面目に主君の午前で座ることを拒む。すると王は優しく、言葉をかけた。 座れ、ツイテン。出ないと私は行くぞ。お前に苦労なんてかけたくないからな。ここでようやく、ツイテンは王の願いを入れた。大王は友人として象徴的に長年に渡り棒で戦い、勝利を捧げてきた彼が自分より優位に立つことを許したのであった。1786年1月31日、ツイテンはブストラウの境界道の傍らにある 先祖代々の墓所に埋葬された。ブストラウの所領以外、財産は残していない。没後、ベルリンの自宅にあった動産はすべて競売を免れず、未亡人は、フリードリヒ大王から1万ターラーを貸しされて、ようやく債務から解放されている。旧ブランデンブルク編共白領では、3つの記念碑が、追典を記念している。フリードリヒ大王の弟、 ハインリヒ・フォンプロイセンはそのうちの一つを1790年、ラインベルクに建てさせた。1794年には二つ目が、フリードリヒ・ビルヘルム二世の命で、ベルリンのビルヘルム広場に置かれる。それは、当初、ヨハン・ゴット・フリート・シャドウが大理石で制作したものだったが、1857年に、アウグスト・キースが制作した、聖堂像に置き換えられた。これは後に、 ビルヘルム通りとモーレン通りの角にある地下鉄の入り口前に移された。2007年の夏以降、そこには、追天にちなんだ、追天広場がある。三つ目は、ブストラウで遺族が建てさせた。さらにもう一つの記念碑が、過去に著名な、ベルリンのビルヘルム広場に建っていた。それは、アンハルト・デッサウコー、レオポルト一世の像と並んでいた。その他、 1936年にドイツ国防軍のためゲッティンゲンで落成した追イ兵舎弊社と1981年から1983年にかけて国家人民軍がベーリッツに建設した兵舎も彼の名にちなむ。ツイテの唯一の息子フリードリヒ・クリスティアン・ルートビヒ・エミール・フォン・ツイテンは1765年10月6日に生まれ、その洗礼には フリードリヒ大王が隣席している。彼は、フザールの大尉となり、1800年には、ルッピンの軍長となった。1840年に、白爵位を授けられ、1844年には、国王フリードリヒビルヘルム4世を、ブストラウに迎えている。1854年6月29日、彼は、 未婚のままブストラウに没し墓地で大きな表意のもとに埋葬された。財産と伯爵位は、ツイテン家と遠赤関係にある、シュベリー日族の家系に継承された。それは、ツイテン家の他の一家に嫁いだ、ハンスヨアヒムの次女を始祖としている。同家の長子相続権者は1859年以降、ツイテンシュベリーニを名乗る。フザールの指揮官として、 著名なもう一人の追転、ハンス・エルンスト・カールフォン追転は、ハンス・ヨアヒムの宴席である。最後の表現は、当時、広く知られていた、関陽区である、ヤブから追転が出てきたかのようにを採用したものである。プロイセン陸軍の伝統の中で、1918年まで、存続した。なお時代によって名称が異なるが、ここでは便宜的に、追転が、 指揮官であった時の名称で統一した。リンクの通りロボジッツの戦いを指すが、原文で採用されている、もう一つの綴り、ロアジッツに従って表記した。ありがとうございます。